高専広氏は日本の文学者。学位は文学博士。京都大学名誉教授。日本学士院会員。文化功労者。愛知教育大学教育学部助教授。名古屋大学教養学部助教授。京都大学文学部教授。京都大学大学院文学研究科教授。京都大学文学部長。京都大学大学院文学研究科長。 京都国立博物館館長などを歴任した福岡県出身の中国文学者である中国文学の中でも特に陸朝文学の研究で知られている愛知教育大学、名古屋大学、京都大学で教鞭を取り京都国立博物館では館長を務めた2016年に日本学士委員会員に選任され2019年には 文化功労者として検証された。福岡市に生まれる。福岡県立周遊館高等学校を経て、1961年、京都大学文学部を卒業し、1966年、同大学院文学研究科中国語学、中国文学専攻博士課程を修了。愛知教育大学助教授、名古屋大学教養学部助教授を経て、1974年、 京都大学文学部助教授、1982年、同文学部教授、1996年、同大学院文学研究科教授、1998年、同文学部長、文学研究科長に就任。1989年、中国の文学理論で、京都大学文学博士。2000年京都大学を退官し、同名誉教授となる。中国文学理論。 陸長文学研究の第一人者として知られ、フランス語にも堪能で、欧米の学会との連携も強めた。1986年から1987年にかけて、フランス高等研究院客員教授を務め、中国文学理論についての包括的な連続講義を行い学術交流を続け、日仏東洋学会会長を務めている。2001年、 京都国立博物館長を経て、財団法人東方学会理事長。中国文学理論の研究により2013年度日本学士院、小受賞。2016年12月12日、学士院、第1104回総会において、学士院会員として選出された。2019年、文化功労者。ありがとうございます。